はい、今日紹介するのはこちらです。仮面ライダーワールドコレクタブルフィギュアダブルライダーキックです。ようやくですね、届きました。これでですね、全部、このライダーキックシリーズ揃いましたね。結構箱が大きいですね。正面がこんな感じですね。横が、これ2号ですね。はい、裏と1号、2号ですね。裏の方にですね、この今回のライダーキックのですね、箱が全部並べれば絵がつながるということで書いてますけどね、この並べ方が書いてあります。後で並べたいと思います。てか今並べろよってね。さあ、並べてみましょうか。はい、一応ですね、並べてみました。右からストロンガー、XV3、1号、2号、ライダーマン、アマゾン、スカイライダーとなってます。あんまり絵が繋がってるようには見えないですけどね。はい、では開けていきまーす。よいしょ。よいしょ。あと横か。ズリズリズリ。ズリズリズリ。あと一箇所か。よいしょ。はい。では開けます。よいしょ。おー。かなり大事に。包まれてますね。よいしょ。おー、パーツが多い。おー。これは1号なのか、2号なのか。1号でしょうね。はい。1号本体と、ちょっといつもより太い支えと、台座ですね。台座は2体刺すので穴が2つありますね。はい、あとは2号の方ですね。胴体と支えと、頭がですね、2つですね。書いてない。書いてないですね。あ、ここに書いとった。よいしょ。はい、仮面ライダー2号は、新2号は頭部を差し替え可能ということで、2つですね。じゃあ出します。はい、1号の方はですね、他のライターはお尻に、こう、支えを刺してたんですけど、ここにですね、背中に穴がありますね。2号の方ですね、差し込み口がこうなってますね。見えんか。頭の方はですね、ここに、差し込みが、あります。ピンターは。はい。組み立てます。はい。組み立てました。右が1号で、左が2号なんですけど、この赤い手袋とブーツですかね。が2号ですね。今は、1号と同じ色のですね、
ヘルメットをつけてみますが、これは組み立て方が合ってるのかどうかが微妙ですね。これ1号です。やっぱなんか1号2号は頭がスッキリしてていいですね。この頭の色もですね、結構光に反映、結構色綺麗ですもんね。同じ赤いマフラー。ちょっと逆で刺してみますね。はめ直してみたんですけど、やっぱさっきので合ってるみたいですね。1号が右側で2号が左側ですね。はい。じゃあヘルメットを変えてみましょう。はい。ダークヘルメットに変えました。ダークヘルメットもいい感じですね。複眼は1号も2号も同じですね。まあ、ダーク、このヘルメットも同様ですね。1号と2号の顔の違いはあまりわかんないですね。だから、このやっぱり、グローブとブーツの色でしかわからないですね。やっぱ同じ色のヘルメットの方がすんなりいきますね。まあ、パーツがこの余るんですけどね。この台座になんか刺すとことかあれば、なくさずに済みそうなんですけどね。台座には穴がありませんので、ここにコロッと置くぐらいしかできないみたいですね。ははは、怖い。ま、1号、2号のですね。やっぱシンプルなんでですね。しっかりとできてますね。はい。今回はですね、仮面ライダー、ダブルライダーキック、仮面ライダー新1号と新2号を紹介しました。またですね、わあ、これ8月に出る分がありますけどね。8月に出る分は全6種ですね。仮面ライダー王者とかですね、仮面ライダーナイト。が出るのでですね、それをまた手に入れたらアップしたいと思います。